母さん、この子たちをこのまま放っておいてもいいの？母さんは夜鍋をして手袋編んでくれた。木枯らし吹いちゃ冷たかろうてせっせと編んだがよ。頑張れ。何があっても母さんがついてるから大丈夫だよ。頼りが届く、いろりの匂いがした。この作品は、飢えに苦しむ子供たちに対し、母親、おばあちゃんの目線から見た深い愛情を、倍賞千恵子の歌う母さんの歌を借りて表現したものであります。しかし、この視点からの愛情だけでは、アフガニスタンの子供たちを、飢餓から救うことはできません。かつてアフガニスタンの不毛の地に水路を作り、作物を植え収穫し、その上で村を作り、子供たちに教育を与え、自立できるアフガニスタン社会を目指した中村哲医師の試みが、道半ばでタリバン武装勢力の手で銃殺されました。故中村哲医師の試みが有効なのですが、中村医師は道半ばでタリバンの武装ゲリラにより射殺されました。現在アフガニスタンは
そのタリバンがほぼ全土を制圧し、暫定自治政権を樹立し、国民の統治を始めようとしています。この政権に国連、WFO、世界食糧計画及び世界各国が食糧支援を始めるでしょう。具体的な動きとして、東京食糧サミット2021が行われました。我々日本国民は、母さんの歌で表された母親、おばあちゃんの愛情で飢えて生きることがおぼつかないアフガニスタンの子供とその母親を東京食糧サミットで示される世界各国の支援の意思、日本政府の支援の政策を支持するものであります。その根底には幼い子供たちを見る母の眼差し、おばあちゃんの愛情が日本国民の心の底にあると思います。これが日本政府を動かす、世界を動かす原動力になるでしょう。2021年12月11日、 INU 研究機構学長教授久保です。